ホルト・ホルト・ゴトン牽引車は、アメリカのホルトトラクター社が1919 19年から1925年にかけて製造した牽引車である。アメリカ陸軍が、砲兵トラクターとして採用した。第日本帝国陸軍も、大正12年に、正式採用した。第一次世界大戦以降、砲兵の自動化が諸外国で進んだ。日本においても、砲兵の機械化が研究された。 大正6年3月、アメリカから、フォアホイールドライブ車制の4輪駆動車を用いて、各種重砲の牽引試験を実施した。この時の試験は、東京周辺で行われた。また大正7年6月には、各種牽引車を輸入し、重砲の牽引試験を行った。この中には、ホルト車制の45馬力牽引車があり、45式24センチメートル銃断砲の、 牽引に適すると認められた。大正9年には、陸軍技術本部兵器研究方針が定められ、砲兵の機械化の方針が決定された。大正10年からは10センチメートルカノン砲の牽引用として、ホルト5トン牽引車を用いるため研究を始め、大正12年に採用された。第一次世界大戦中に、イギリス軍で使用中のホルト牽引車。 ホルトゴトン牽引車はアメリカのホルトトラクター社が製造した牽引車である。ホルト社の牽引車は第一次世界大戦中にはイギリス軍によって砲兵用トラクターとして対用された。またアメリカ陸軍はホルトゴトン牽引車を採用していた。ホルト社製のトラクターは農耕用トラクターとしても使用されており、堅牢な構造で故障は少なかった。ただし欠点として、 不正値、低 n 地値で離帯が外れやすい傾向があった。走行、変速に際しては、運行中に操作することができず、停止して変速装置を操作する必要があった。行軍中は、中隊長が各牽引者に対して変速と速度を指示する必要があった。バンバと比較し、矢頭立てで牽引し難い道であっても、本社では簡単に牽引ができた。 バンバと比較しての決定。日本軍では、本社を軍用に供するに際して、農耕用の大型の突起を持つ履帯を、道路での牽引に適する平滑な表面のものに、交換した。軟弱な地盤では、防滑具を用いた。また、運転台を3名が搭乗できるよう改装し、マフラーをより静かなものに交換した。運転台にはフォローを貼って、悪天候に備えられる。 ホルト5トン牽引車の操作はやや煩雑である。エンジンの吸気量を調節するにはアクセルを用いず、ガスハンドルを用いた。ガスハンドルは走行ハンドルについている。走行には走行ハンドルと走行ペガルを同時に操作した。クラッチは連動管で接続、または分離し、その上で変速管を操作した。変速は必ず停止して行われた。 このため行軍中に勝手に変速すると隊列が乱れる原因となった。本社の最大速度は時速 9km 程度である。平均速度は時速 4km から時速 5km で運行した。変速機は前進3段、後退1段が選択できた。牽引時の乗用速度は3段である。構造は前方に機関室を持ち、その後方に運転席を持つ。 車体の全重は4.5トンであり、全装機式の離体を装備する。離体面積は8,960平方センチメートルである。設置圧は0 5 0 2ラム平方センチメートル。牽引力は5トンに達した。途反能力は単車の場合3分の1であり、牽引時には6分の1の坂を登った。傾向した燃料の量はメインタンクに178リットル。 補助タンクに178リットルである。燃料消費量は1時間あたり11リットル、1 0 0トルあたりでは200リットルを消費した。ホルト5トン牽引車は、大正11年8月に新設された、野戦重砲兵第7連隊と野戦重砲兵第8連隊に配備された。昭和6年頃から、車令の限界に達したため、ホルト30型牽引車、 また92式ごトン牽引車に徐々に代替された。初期の装備として、走行などに問題はあったが、全体的には堅牢で信頼性の高い装備だった。ありがとうございます。